え、いや写真撮ってるだけです。あの建物、なんかおばさんに注意されてしまいました。なんか不審者と思われたんでしょうね。不審者に注意という看板が打ち捨てられています。なんか木々のトンネルみたいなものがありますね。ちょっとくぐってみます。かなり奥まで続いています。ちょっと不気味ですね。なんか痴漢とかが出てきそうな怪しい雰囲気です。かなり奥まで続いてますね。かなりまだ奥まで続いてるみたいです。あ、なんそろそろ出口が見えてきました。面白い。あ、田んぼが広がっています。なんか機械音の音が聞こえてきます。あ、こんなとこに工場があるみたいですね。魅力的なオブジェが転がっています。なんか鉄くずみたいなものがいっぱいありますよ。面白い。なんかいいですね。なんか田舎らしい風景なんですけど、すごいですよね。こう雑草の中に住宅が埋もれてるような感じでいっぱい立ってますよ。あ、すいません、向こうって取り抜けられます？行けるよ。あ、行ける。あ、ありがとうございます。面白いとこですね。広いとこに抜けました。大きな木、すげえ。気分がいいです。こんなところに、トラックがなんか小屋と一体化してる、いますね。なんか物置みたいにして使われてるみたいです。セコムのシールが貼られてます。本当でしょうかね。外来植物の黄色い花がいっぱい咲いてます。この植物は植えてはいけないと言われている、厄介な、増えすぎて困る。綺麗なんですけど、太陽パネルですね。この太陽パネルが割とこうすぐ住宅の裏とかにこう隣接されて建てられるのがあんまり好きじゃありませんね。あんまり景観的に良くないです。なんか魅力的な感じの小屋です。何か、塩ビのパイプだとか、あれですね、杭に使うような材ですかね。いいですね。ここは、ちょっとだけ知り合いの、彫刻家の、野外のアトリエ作業場ですね。まあ最近あんまり会ったことないんですけども、なんか綺麗に草刈りをしてありますから、訪れ使ってるようですね。お、これは万年草ですね。これ園芸用の植物ですけど、こんなとこで、野生化してますね。面白いね。これうちに持って帰ってちょっと庭で増やそうかな。お、鶏の声がします。養鶏場ですね。もう鶏がいっぱい
たくさん鳥が鳴いてます。